205プジョー205は持ち株会社による企業グループ PSA プジョーシトロエンをシトロエンなどと共に形成するプジョーが1983年から1998年にかけて製造し販売した小型のハッチバック型自動車であるスタイリングは車内のデザイン部門であるスタイルプジョーとピニンファリーナの合作によるものであるピニンファリーナ側のデザイナーは レオナルド・フィオラバンティである。後に追加されたカブリオレ型のデザイン及び、車体組み立てやトップの製作はピニファリーナが担当した。テレビドラマや雑誌などにも数多く登場し、それまでの日本では、車好き以外にはほとんど無名であったプジョーブランドを一般に浸透させた記念碑的モデルといえる。後に、姉妹車としてサンボックスの309がデビューしており、 こちらも日本に導入された。1983年に104の後継車種として欧州でデビューした。1988年には鈴木を通して一部の鈴木カルタス店でも販売を開始、都内のプジョーの主要ディーラーであった日照わい自動車販売も当初は鈴木から供給を受けた。1994年2月に306が登場すると同時に、 バリエーションが整理された。1995年末頃に国内販売が終了。海外では1998年まで生産された。なお、モデルナンバーとしても後継者といえる206は1998年に発表され、日本には1999年5月に導入されている。欧州での発表は1983年。 1986年の日本導入と同時に販売開始されたイメージリーダーとも言えるホットハッチ。当初は 1600cc の左ハンドル5足、マニュアルトランスミッションモデルのみであったが、1988年にストロークアップにより排気量が拡大された 1900cc モデルが導入されると同時に右ハンドルモデルが追加された。1989年には4足。 オートマチックトランスミッションモデルも追加。5速、MT モデルは 120PS となり、4輪ディスクブレーキ15インチホイールを装備した。後に4速オートマチックトランスミッションモデルも 120PS となった。1991年よりパワーステアリングが搭載されるなど装備の一層の充実が図られた。205カブリオレローランギャロス1987年日本。 導入開始、当初は 1600cc115PS の左ハンドル5速、MT モデルのみだった。1988年に後期型インパネの左ハンドル車がわずかながら存在した。直後に GT 同様 1900cc に排気量を拡大、後期型インパネの右ハンドルモデルが登場。1989年後半からは4速。 オートマチックトランスミッションのみの設定となった。後にソフトトップの開閉が電動化され、1900cc エンジンは GT と同じ 120PS となった。ピニンファリーナ製の美しいカブリオレは女性にも人気を博した。205ターボ16ロードカー1984年発売。1800cc のターボチャージャー付きエンジンをミッドシップに搭載し、 4輪駆動化された世界ラリー選手権グループ B カテゴリー参戦のためのスペシャルモデル。ホモロゲーション取得のために販売されたロードバージョンは 200PS6750rpm であったが、競技用のワークスカーは 205T16E1 で350馬力20、205T16E2 は450馬力を発生したと言われている。 ロードバージョンの整理へ2 0 0の総生産台数は200台であった。競技用、ワークスカーは参戦当時 E1E、e、に合わせて20数台が製作されたとされているが、日本には並行輸入されたロードカーのみが10数台存在するものと思われる。ブロン種の室内日本投入車種日本未投入車種1980年代から1990年代初頭にかけて、プジョーは、 モータースポーツ部門であるプジョータルボスポールが中心となって活躍していた。当時のディレクターはジャントットであった。このプジョータルボスポールの手によって1984年の WRC ツールドコルスにて 205T16E1 がデビューし、初戦で2位を獲得。その後も競合ひしめく群雄割拠のグループ B の中でもランチアラリー037アウディクアトロ。 ランチやデルタイス4といった強敵に、互角以上に打ち勝ち、数戦後にはさらに戦闘力を高めた改良型 205T16E を投入する盤弱のシーズン運びを見せ、結果1985年ティモサロネント1986年ユハカンクネンの2年連続で、ドライバーとマニファクチャラーズのダブルタイトルを獲得するに、至った。登場当時派を誇っていた。 フロントエンジン 4WD 車、アウディクワトロの画像を崩し、ミドシップ 4WD 車の WRC における優位性を確立した。後に、同様のコンセプト及び駆動系などのレイアウトを、各メーカーごとの解釈に基づき製作された、ランチアデルタイ S4、MG メトロ 6R4、フォード RS200 などが続々と発表、実践投入され、 レイアウトはそのままにショートホイールベース化され、さらに過激な進化を遂げたアウディスポーツクワトロ等と共にグループ B 最終年となる1986年まで、ラリーコンペティションの歴史に残るパワー戦争を繰り広げた。1987年以降のグループ B 消滅後は E2 ベースの 205T16 グレーンでパリダカル、ラリーに参戦。 後継の 405T16 グレーンと合わせると1990年まで4連覇するという快挙を達成。そのあまりの強さに砂漠のライオンとして競合メーカーに恐れられ、後にパリダカを制する三菱自動車の挑戦をことごとく跳ね返した。205は全日本ラリー選手権に当時のインポーターであったアージのサポートにより参戦した。ライバルの通称。 86と呼ばれる AE86 型レビン、トレノと名バトルを繰り広げたのはあまり知られていない。なお、同選手権に左ハンドル車として初めてエントリーしたマシンである。ありがとうございます。